青木宗隆の時間泥棒という、時間です。どうぞお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、はい、マリカデザイナーオパリですね。はい、日本のいいところをもとに海外のエッセンスだったりとかっていうのを加えて、あまり何かにとらわれたくないというか、タイムレスでなんか時を経ても変わらない美しさ、そういった価値があるものを作りたいと思って。パリですね。ユウさん好きですよね。そうなんですよ。で全然コロナで、だから3月頭に3年ぶりに行きますね。3年ぶりですか。もう完全プライプライベート。完全プライベートですね。パリって何されるんですか。3泊5日で、はい、パッと行くので、もうロンドンから来るお友達とか、はいはい、あとレディースのコレクション中なので、はい、それちょっとあのショーを見せていただいたり、はい、あとは行きつけの店に3年経ってどうなってんのかっていうね、カフェだったりご飯だったり、はいはい、メンツはもうだからあの三茶とか恵比寿で飲んでるメンツとそんな変わんないですせっかくのパリなのに、めちゃくちゃお金かけて移動してるだけです、ねはいはいはい、それで本当にいつも私は海外に行くときにありがたいのは、はいはい、やっぱ日本ってどこ行ってもやっぱ親切にしてくださったりとか、はいはい、するじゃないですか皆さんを優しく。はい、もうね、パリなんか行ったら虫けらなんですよ。虫けら、いや、それがちょっと嬉しい。なんかやっぱり、あ、そうです、私は虫けらですそういうことも含めても日常ね、だらだらとお散歩したり、はいはい、本当にお茶してご飯食べて帰ってくる感じです。まあ、いい意味でそのほっといてくれるというか。あ、もう全然に普通、まあ何のエコひいきもされずに、まあそういうのもあって、でもお友達がその時に集まるので、うん、普段東京にいない海外の人とかに会えるのが楽しみですね。原石に合わせて一つ一つデザインされる一点もののジュエリーが人気。日本人であるからこそパリで感じる世界観、フランスでないと実現できない世界みたいなのはあると思います。マリエ・ウェストンのセブンルール、